かわかんないけどサバウツ川到着です。サバウツ川って何があるの？全然わかんなく来ちゃったとりあえず来たけど、ここ駐車場になってて、すごい海、どこ行っても海、すごい景色がいいね。あ、すごい、すごいじゃんこれ。何があって、この崖の横歩く感じを、これ本当に歩くの？めっちゃ海きれい、やばい。これ撮りながら行けるかな。ちょっとね、また足元フォーカスするから、手ブレ機能ついてたらごめんなさいってことで、ちょっと静かになるかも。マジで怖い、降りる。ほら、怖いの動画で伝わる？あんま伝わんないねこれ。結構怖いよ、降りるの。すっげえ、めっちゃ綺麗。ちょっと半分ぐらいまで降りてきちゃった、撮りながら怖かったから。よし、降りていきます。続きめっちゃ綺麗なの、本当に。なんていうのこの色っていう、見たことないカラーの色してる。なんかハワイのラニカイが確か全米ナンバーワンで綺麗とか言われてて、そういうところも行ってるけど、なんか、まあ、何年も行ってないからね、結構前だからね行ったの、それもあるかもしれないけど、めっちゃ綺麗。なんか宮古島の海が一番綺麗な気がする。だからランキングだからね、独断と偏見だけど、今までで見た海の中で一番綺麗だと思う。すごいハマりそう、本当に。宮古島絶対また来たい。足りないよ4日間じゃ。すごい、怖い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 、めっちゃジャングル、怖い怖い怖い。ジャングル、何これ、サバイバー系だよ。いや本当に今日サンダル履いてるんだけどさ、ほんと滑りにくいやつでマジでよかった。ほんとサンダルのチョイスも考えてあげて、今日履いてるやつにしたんだけど、リーのやつ冷え性だからね、ソックスは欠かせなくてソックスサンダルにしてみたの。スニーカーだと暑いしね、なんか難しいとこだなと思って。すごいすごいすごい、やばいやばいやばい、すごい、めっちゃすごい、めちゃくちゃ綺麗。やっばい、何これ、綺麗すぎてやばい、本当に。冷たいのかな、ちょっと足つけてみたいな。あ、でもそこまで降りれないか、どうだろう、行けるとこまで行ってみるの、とりあえず。あとは手すりがここまでです。すごい怖い、怖くないけど怖い怖い。何これ、ハートっぽい、違うのかな、角度によったら。この辺の角度見にくい。でもなんか肉眼で見たらなんかちょっといびつだけどハートっぽい、この真ん中のやつめっちゃ綺麗。やばい、綺麗すぎる、癒される。何動いたんだけど、絶対これ動いたんだけど、生きてんのこれ、ヤドカリ？絶対動いたんだけど、これ蹴ってないよ、絶対この貝動いたんだけど、怖い怖い怖い。動物っていうか何？虫じゃないけど貝も苦手なのよ、怖い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 。なんだろう、ここ怖いね、入れるけど怖いなこれ。絶対動いた、また動いたよ、この貝みたいなやつ。何これ、怖い怖い怖い。中は怖いから入らない。なんかすごい白いのあるんだけど、なんか頭蓋骨とかあっても分かんない。そう、怖いから行かない、入らない。ここまでめちゃくちゃ綺麗、透き通っててすごい。やばい、サバオキード、あ、違うサバオキードパークがあるらしいけど、これのことかな。上にね、なんか休憩っぽいような休憩所なのかな、わかんない、雰囲気良さそうなとこがあるので、これに行ってみようかなと、せっかくなので。さっきのサバウツ川から本当に徒歩で3分ぐらい、3分経ってないかも、すぐそこ。よいしょ、さっきの休憩所みたいなとこ上撮り忘れたね。ちょっと縦動画で差し込む。そしたら見て、ハイキングに行く途中にパイナップルなってたの。やばくない？すごい。今日やばくないしか言って、え、これパイナップルだよね、形的に。え、でもよく見たらわかんない。え、なんだろう、すごい、めっちゃ面白いフルーツなってるよ。面白いね、みや。